はい、皆さんこんにちは。こんにちは。RMCA 保険リスクマネジメント研究会の松本です。よろしくお願いします。同じく小堀でございます。よろしくお願いします。今回のテーマはですね、前回は、地域密着か他地域展開かっていう、まあ、二者択一というような感じのお話をしましたけども、今回は同じシリーズじゃないですけど、一社専属か乗り合い代理、乗り合いかっていう、まあ、ある意味は保険営業、保険代理店経営にとって永遠のテーマになるんですけども、これを取り上げてみたいなというふうに思います。で、まあ、個人的には、一社専属であろうが、乗り合いであろうが、関係ないだなっていう感じもしますし、むしろ一社専属の方が、より、まあ、能力っていう表現ではないですけど、スペックというか戦闘能力が上がるので、一社専属の方がいいんじゃないかなとむしろ思ったりもするんですけど、松本さんどう思われます？それはね、奥田さんがね、営業力があるからで、商品に依存しない営業してるからそう思うんですよ。どこまで言っても。いや、要はね、商品じゃないよって思える人は、僕は専属で十分やっていけるし、その方が効率的じゃないかなと思うんですね。そうですね。でも、やっぱり、それ、商品の自分自身の力じゃなくって、商品の力に頼りたいってなってくると、やっぱり乗り合いになってくるんですね。そうですね。まあ、あとはでも、個人か法人かとかね、それによっても違ってきますし、一概に、専属がいいとか、乗り合いがいいとかじゃなくって、やっぱりそれはその人の、能力とか、あるいは組織としての組織力とか、それによって多分変わっ、あるいは戦略ですね、戦略によって変わっていくんじゃないかなと思いますよね。そうですね、まあ、今まさにおっしゃったように私前職の時に大手代理店にいてましたんで、まあ、今、多分サイト見ると翔太合わせて多分80社以上の登録してると思うんですけど、私出た時ってまだ小学単位がなかったんで清掃部だけで64あったんですよね。で、そうすると、もう要は何でもどこの保険会社も提案できるわけですよ。で、そうすると、その、まあ、当時、平成17、18年ぐらいでしたけど、その乗り合い代理店でそんだけ比較できるっていうのは珍しかったんで、お客さん喜んでもらえたんですよね。で、まあ、こんなに違うんだ、みたいな。けど、まあ、当時から法人やってましたんで、法人経営者に出したらですね、まあ、一社専属のセールス ED が普通に契約取っていくわけですよね。で、いや、どう見ても、全保険会社選んでこっちでええもん出してるのになんでそっち選ぶのっていうのは初め理解できなかったんですよ。この人、まあ、アホちゃうかぐらい思ってましたからね、初めは。けど途中にある時気づいて、あ、そうか、そういうことかっていう。結局私がやってたのはその商品を見せて選んで選べるっていうことにしか付加価値がなかったんですよね。結局やっぱその踏み込んでその経営者の例えば問題解決であるとか悩みであるとか経営上の課題であるとかそういうところの話って一切してなかったし、できなかったんで、やっぱそう考えていくと、まあ、軸足をどこに置くかによって、まあ、乗り合いか専属か変わってきますし、今違う表現すると当時私のそういうそのスペックが能力がなくても各社揃えるだけで売れてたっていうのも実態としてあれば、能力のない保険営業マン保険営業パーソンを抱えるんだったら乗り合いが必要なのかなと思ったりもするんですよね。まあ難しい、能力が低い保険のね、パーソンの方々に言わせようと思ったら乗り合いの方が商品ラインナップがたくさんあるので、そうですね、売りやすいってなるんですけど、でも地雷を踏む可能性も高くなるわけですね。地雷を踏むといわゆるコンプラ問題になってくる可能性もあって、だからやっぱり乗り合い代理店でも、本当にちゃんとした体制整備ができてないと、今なかなか乗り合いができないっていう状況だと思うんですね。そうですね。だってですから、まあ、その会社の規模特性に応じてやっぱり乗り合いの数も考えていかないといけないんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。昔はね、メーカーもどんどんその代理店委託代理店を増やしたいということでガンガン営業をかけてましたけど、今逆にそれがリスクになる可能性があるので、数は増やしたいけど変なとこ嫌みたいな感じになるじゃないですか。ね。まあ、実際でもね、今もう乗り合いから逆に専属に切り替えてるとこもあったりしますもんね。いや、わかります。めっちゃわかります、それ。私もね、それね、ちらっと頭よぎるんですよ。いや、でも実際ね、やっぱり専属の方が、やりやすいっていうのはあると思うんですよ。ですよね。本当に、能力が高い人にとってはね。そうですね。あとは、やっぱり、本当の乗り合いを、やってないところも多いんですよ。だからもう、ただ2社扱っててもですね、もう1社で 90% 以上で、残りちょろちょろっとあるとかですね、まあもう2社3社やってるところっていうのは、
大体どっか偏ってるんですね。うん、で中途半端に俺やってるんだったら、もう専属にしてしまった方がいいっていう選択をする人がやっぱり多いんだと思いますけどね。そうですよね。うん。うん、それは分かりますわ。意外と乗り合い相手にしてても、うん、本当にちゃんと100数字をしてるのかって言ったら、意外とそうじゃなくって、うん、もう基本ここがベースですと。そうですね。この会社で受け入れない時だけ、こっちとこっち持っていきますっていうふうな、んうん、まあ、そういった形を乗り合い相手にやっぱ多いんだと思うんですね。そうですね。まあ、で実際にやっぱ比較推奨も、まあ、言ったら代理店側で言ったら推奨会社この商品に関してはこうやって決めれるわけじゃないですか、うん、でそれって乗り合いの、スケールメール出てないですもんね。いや結局ね、商品ベースになるとそうなっていくんですよね、うん、そうですね。本当はお客さんに乗って全部最適商品違うはずなんですね。うん、うん、でもなんかやっぱりもともとそうでしたけど、プロダクトアウトっていうところがここの慣習っていうか価値観がこう変わらないままに乗り合い相手になってしまったとすると、うん、逆にこうちょっとね違う変な保険を売ってしまう可能性があるかなと思ったりしますけどね。そうですね、うん、お客さんに合わせて、まあ、お客さんに合わせてきちんと最適な商品ができるように乗り合いをするっていうことがあれなんですけども、単に比較して保険料安く見せるためにやけにその乗り合いっていうね、あの武器を使ってるとすると、まあ、大きな間違いをする可能性があるかなと思いますよね。そうですね。まあ、特に例えばその損保の場合だと、結局その前言ったら、保険会社によって、まあ、若干約款の構成、まあ、約款の基本構成は一緒なのかもしれませんけど、特約が違ったりとか、まあ、引き受けの、スタンスが違ったりとか、まあ、もちろんレーティングが違うとか、まあ、そういうその結構、個別個社によっての違いがあるので、そういう意味ではラインナップ揃えていることが、いわゆるその、お客様に対する、まあ、適切な、いい商品提供ができるっていう、まあ、その選択肢としてはあると思うんですね。で、うん、あります。政府に関しては、まあ、特にね、法人はそうですね、うん、そうですね、うん、で政府に関しては唯一あり得るとすれば、あの対共の引き受けのところだけなんですよね。 A 社は社説だけど B 社は OK とかっていう、これは十分あり得るので、そういう意味ではその、ある程度ラインナップを持っておいて、その、まあ、いわゆる比較的そこの、その、医務査定のところに融通の効くメーカーと効かないメーカーとあるんだったら、効くメーカーを何社か持っていればこと足りるので、それはやっぱりなんかちょっとあの考えたときに、まあ、そこの部分の乗り合いのメリットはありますけども、商品のメリットはそんなないんじゃないかなって気はするんですよね。うん、でもお母さんよく話をしますけど、ここは払い済みができるとかできないとか、ここは、うん、あのね、変換ができるできないとかって、結構そういう違いもあるじゃないですか。ありがとうございます。やっぱでもそういった意味ではやっぱり政府も乗り合いをしてる方がまあ理想的ではありますよね、うん、まあ、でもそこもね、逆に言うと、そういう融通の効くメーカーです、専属エリアですよね。まあ、あとはね、これ、まあ、実際にはどうしても受けれない場合はね、うん、まあ、どっかの代理店を提携して、うんうんうん、引き受けしてもらうとか、まあ、多分、うん、そういう選択肢もあると思うんですね。全部自社で抱えなきゃならないと思ってしまうとあれなんですけども、ただやっぱりね、法人マーケットについてはやっぱり乗り合いをしておくっていうのは必要だなと思うところはありますよね。あ、それはあります、うんうん、あの法人はいりますね、うん、個人はね、正直言いますけど、もう一社専属で僕いいと思います。個人マーケットに特化してやるってなったら、うん、もう乗り合いをする意味はそんなにないかなと思いますね。そうですね、うん、思います、思います。まあ、あのイメージがね、例えばその、個人に特化してあの来店型のようにこう街で来てもらうみたいな感じだと、ある程度選べることが、うん、そうですね、その付加価値になるかもしれませんけど、訪問型で個人メインにするんだったら、もう一社専属で十分ですよね、うん、十分だし、うん、おそらく個人のお客さんってね、多分人間関係とか、うん、その信頼関係とか、うん、むしろ商品性よりもそこで取れてるお客さんがほとんどだと思うんですよ、おそらくですけど。そうですね、うんうん、この商品がいいからあなたを選ぶっていう選択肢ってあんまり個人のお客さんでないと思うんで。ないそう考えますと、別に個人のお客さんについては商品性じゃなくって、むしろあの専属でね、で専属代っていうのが効率的なわけですから。そうですね、うん、だからもうお客さんにたくさん時間を使ってあげるっていうふうにした方が、うん、やっぱり最終的な付加価値はね、高いものが提供できるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、まあ、法人はそういうわけにいかないと思うんで、ね、そうですね、うんうん、まあ、一社専属で、まあ、その要はあの、販売店としてメーカーと、深く濃いお付き合いをしていけば、よりいいね、いい、
契約者へのサービスが提供できることもありえるので、うん、まあ、そう考えると、まあね、乗り合いの数が多いからいいっていうわけじゃないなっていうのは、まあ、個人的な、零細代理店店主の中の、なんですかね、ひがみになるかもしれませんけど、あんまり数いらないんじゃないかなと思いますね。まあでもね、うん、多分ほとんどの代理店がそうだと思いますけど、たくさん乗り合っててもですよ、じゃあまんべんなく保険契約ありますかって言ったら、ないと思いますよ。ないと思います。ある程度、ある程度はバラバラで、分かれてるかもしれませんけども、きれいに分かれることはないですから、まあ、当然、その商品性とか知名度とか、いろんな問題がありますけどもね。うん、ですね。まあ、それでいうと、やっぱりね、結論から言えば、まあ、法人は、まあ、乗り合いである程度ラインナップあった方がいいかもしれないけど、まあ、個人はいらないですよねっていう。でまあ、結局は商品売るんじゃなくて何売るんだって話ですよね。そうです。やっぱり人間性売るのかノウハウ売るのかによっても違ってくると思いますし。そうですね。うん、まあ、ね、まあでもあれですね。いや本当は理想はね、一社専属でも十分販売できると、それぐらいのスキルを持った人が武器としてたくさんの商品を持つっていうのが一番理想ですし、うん、募集人で言うとね。で組織でいうと、やっぱり体制整備をして、きちんとやっぱり乗り合いができるだけの体制があるところは、乗り合いをした方がいいですけども、そうでない場合には、もう個人特化した方がいいかもしれませんし。そうですね。うん、まあでも、これからの時代、本当にもうなんか、二極化代理店はしていくような気がしますね、そうですね、もう本格的な乗り合いか、専属か、うん。うん、そう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 。今まで結構中途半端な乗り合いって結構高い。そうです。うちも含めて中途半端の乗り合いが結構あるんで中途半端の定義っていろいろあると思うんですよ。まあもちろんもちろんもちろん、うん、まあもともと専属でなんかね、ちょっと乗り合いしたとかね、保険会社と喧嘩するのにしたとかね、うん、あったりするじゃないですか。そうですね、まあ、そういったのはなくなっていくでしょうね。うん、まあうちの今の FP イノベーションと会社の代理店登録するときも、まあ言うともう入り口5社でスタートするって決めてたんですけど、まあ、あれはあれという間に今9社になってしまいましたけど、まあね、もう本当はそんなにラインナップいらないとは思っているので、まあ、そういう意味ではもう、ね、何を売るのかっていう、まあ、そういうところですよね。そうですね。で決して営業も代理店経営も商品に逃げちゃいけないって話ですよね。そうです。商品に逃げると残念ながら営業力とかコンサルティング能力がいつまでたっても養われていかないってことだと思います。そうですね。うん、なんか一定の結論が出ましたね。今回の動画は、はい、この辺りで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。